おはようございます、タックです。本日2023年の1月の22日、いや日曜日ですね。いや晴れてくれました。風の方もですね、北西風の冷たい風なんですけども、そよそよ程度ですね。風速 2,3 メーターっていう感じですかね。いや今朝縛れましたね。私の自宅の前でマイナス14度くらいありましたね。いやびっくりです。向こう1週間くらい、続きそうなんで、体調管理には十分気をつけてください。じゃあ今日もしょこりもなく行ってまいります。なんかね、北西の風がちょっと吹いてるんですけど、なんか刺さるような寒気ですね。いや向こう1週間非常に強い寒気来そうな感じなんで、体調管理皆さん気をつけてくださいね。なんかね、後ろから今来てるんですけど、後ろがね、後頭部がね、なんかね、すげえ縛れそうな感じですね。じゃあ今日も頑張ってみますか。ファーストコンタクトですね。なんか抑え込んでくれたやつがいますね。極端にもう水温が下がりきってるんで、当たりすらですね、暴れないんですね。ちょっときつめにプレッシャーを与えますね。いますね。外した。外れました。これですね、本当に食い気がほとんどない状況ですね。いや、厳しいなぁ。同じ子ですかね。うわ、外れる。なんだと。悶絶でございます。この子でしたね。カジカ君です。大暴れです。もうちょっと大きくなってね。なんとなく天気はいいんですけど、当たりが全然遠いですね。もうちょっと頑張ってみますね。いきなり来たような感じですよ。お、なんかどっこんどっこん言ってますね。ドラグが出てますね。いきなり、おっと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 、おうおうおうおお、ずいぶん荒手ですね。アイナムですかね。でもアイナムみたいな敏感な、おうおうおうおお、カジカ君かな。じわっと、あ、泳いでる。なんでしょう。アイナムだ。アイナムだ。いい方ですね。いきなりトンと入ったんですね。いやー、おわー、頭フリフリです。頭フリフリ、画像収まってますかね。ちょっと中、いい方ですね。タモ出動です。いや、タモも久々ですね。あらららら、もう一発、はい、OK です。43
三市ってとこですかね。なかなかいいアイナメですね。はい、これもプロトで来ちゃいました。はい。いや、なかなかいいですね。今日のお刺身決定でございますね。ありがとうございます。今のアイナメはですね、フルキャスト。まあ、フルキャストって言っても20メーターぐらいなんですけどね。それで、ピュッとキャストして、で、ちょんちょんしてきて、普通にちょんちょんしてきて、なんかカジカ君でもいないかなと思ったんですけど、いきなりですね、コッコッコッって来たんですよ。おっと思ったら、おっと思って、で、カメラのスイッチを、で、スマホのスイッチを、録画押してたらですね、ずーって移動したんですね。で、甘くって、トンと合わせたら、さっきのアイナメ君でしたね。非常にいい走りでしたね。このくらいのアイナメがかかると非常に、50ではないんですけど、40アップですね。非常に嬉しい一ビートになっております。はい。なんか今日はアイナメ一匹で終わりそうですね。今日はなんか、プロトに、坊主を助けてもらったみたいな感じになりつつありますね。改めて、プロトなかなかできる子だなということを再確認できた兆候でございました。また頑張りますね。もうあれですね、言うまずめなんですけども、何の盛り上がりもなく、なんか終了しそうですね。厳しいですね。で、今水温を測ってみたらですね、6度、非常に水温低くなってますね。今日はこんな感じですかね。もう耳がもげそうですね。指、耳、指もうほんとね、寒いっすね。まあ、さすがに大寒ですね。で、ガイドがですね、プラスチック2、4、6、7個ついてるんですけども、7個のうち3つぐらいね、もう凍りついてますね。いやー、ほんと大寒でございます。はい、どうもたくさんでございます。今日ですね、下海岸の方に実調に行ってきたんですけども、なんとですね、今日も縛れてまして、すごい苦戦しました。まさしく食いしぶりですね。情報等によるとですね、石枯れ、それからカジカ、アイナメ、これ入ってる漁港の中にね、結構入ってるっていう噂じゃねえや、情報がありまして、時期的にもそういう季節だからそうなんだろうなって思ってたんですよ。ところがギッチョンですね、漁港について竿を振り始めると全く反応しないんですよ。食いしぶり食いしぶりっていうふうに夏も言ってたでしょ。夏の食いしぶりよりも今の真冬の食いしぶりの方が厳しいですね。夏の食いしぶりの時はリアクションバイトでこうパッ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 とこう早めに見せてパンッとこうショックみたいなのを与えるとですね、と思ってこうパクッとお魚が食いついたんですけども、今時期ですね、今の水温が6度から5度くらいなんですね。で、非常に冷たい水なんですよ。で、まあ、今日大潮っていうのもあったんですけども、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたら腰を回りとかあまり潮が動かない時、この時がチャンスなのかもしれません。あまりにも今日は渋くてですね、当たり自体も何回あったかなっていうレベルなんですね。で、1回は、逃がして逃がしてカジカ君で、もう1回は何の音沙汰もなくパパッと来たらアイナメの40アップ、この2回くらいだったんですね。非常に苦戦するにも程があるという感じだったんですけども、で、カジカちゃんがですね、無双状態でいるにもかかわらず、全く口を使わない。普通ですよ。普通ちょっと壁際にパンパンと打って、こう、ちょっと誘うと、
それらしいあたりもじょもじょもじょっとしたり、あのカカカカってきたりするんですけども、それも今日は一切なかったんですよ。でこれなんでかなっていうふうに考えるんですけども、なかなかですね答えが導き出すことができないという状況になってます。次回もですね、多分あの水温的にも低いですし、あの外気温的にもすごく寒いで、あの誘いも雑になりがち、まあ悪いことも少し多少はあの重なったんですけども、あのまあそういうことも言ってられないということで、あの次回はですね何らかのあの手を打つね、こうブラをこうどう動かす、どう待つ、どういうふうなシチュエーションで、当たるかとかですね、あ色に関しても蛍光色なのか、それとも、濃い色で攻めるのか、ね、曇りなのか晴れなのかって、そういうところまであの考えて、対応していかないと、これはねあの運よく今日はあのキープサイズアイナメ1匹かかったからこれ良かったんですよ。これあのアイナメ君がなかったら丸っきりの丸坊主だったんですね。まあ次回はですね、このようなことのないように、しっかり計画を立てて、今回の反省会をして、ことに臨みたいなというふうに思っています。それでは楽しいですよ。